自転車旅行、自転車旅行、自転車旅行、A、バイシクルツーリングとは、自転車を利用した旅のこと。自転車に乗車して移動する以外に押したり担いだりして、歩くことも含まれ、講義には旅程において、鉄道、バス、航路を利用して自転車と共に乗り込んで移動する、携帯、イコール林業を含むが、自転車を自動車に積んで旅行をしながら、 その旅程で自転車に乗るスタイルは含まない。自転車旅行はサイクリングの一種である。サイクリングには次のような種類がある。これらのうち実際には日帰りで行う短期のものから何年もかけていくつもの大陸を横断、縦断したり世界を一周するような長期間にわたるものまで様々な規模のものが自転車旅行、イクルツーリングと称されている。 自転車を手荷物として公共交通機関を利用することは和行と呼ばれる。手荷物量の無料化など諸制度の改善が進んだことにより和行も盛んになっている。1878年にはイギリスで世界初のサイクリングクラブが誕生している。1898年にはヨーロッパの17カ国が参加する国際組織が設立された。 1936年、山口スポーツ車が発売された。この自転車は、現在の自転車とほぼ同じ機構で、後部にキャリアがついており、ある程度荷物を積むことができた。しかし、太平洋戦争の影響で発展が止まってしまう。1955年、東映号が発売された。この自転車は、日本版ランドナー第1号で、ドロップハンドル、カワサドル、 キャリアなどがついており、現在のランドナーと比較しても大きな違いはな。当時はサイクリングブームの最中だったこともあり、注目を浴びた。しかし、値段が高く、当時は旧一級国道すら、舗装率は25%に過ぎないほどの未舗装路の多さや、自転車が低性能だったことが要因となりブームは終わってしまった。1974年、ブリジストンサイクルから、 ロードマンが発売された。この自転車の販売にあたっては、モデル自転車をベースにパーツなどを選ぶ方法を採用して流行した。他のメーカーも、ランドナーなどのツーリング自転車の生産をはじめ、自転車旅行が普及し始めた。この流行は、社会現象を起こし、夏には連日多くの人が自転車旅行に出かけた。子供用のツーリング自転車も販売された。 学生の間でも人気となり、これらの自転車を通学に使う人も多く、特に高校生の自転車通学に使う自転車は、その多くがランドナーだったと言われている。ランドナー以外にもスポルティーフ、舗装路を改装することを重点に考えたツーリング車や、やパスハンター、賛同を走破することを重点に考えたツーリング車、なども流行し、1980年代からは、 マウンテンバイクが流行し始め、ランドナーをはじめスポルティーフ、パスハンターなどの自転車の利用者は少なくなっていき、ランドナー用の部品メーカーの倒産や廃業が相次いだ。同じ頃、自転車旅行の宿泊施設として定番だったユースホステルの減少、無人駅でのの塾、STB 規制の強化などにより、自転車旅行も衰退していった。その他、荷物の運搬に適した、 トレーラーバイクやカーボバイク、タンデム自転車なども使われる。自転車旅行で傾向される道具は旅行日数によって異なり、一般的に短期であれば少ない荷物で済み、長期間にわたるほど日用品や自転車の整備に必要な傾向品が多くなる傾向がある。日帰りのツーリングであれば飲料水、財布、地図あるいは地図機能付きスマホなど最小限のものを 小さなリュックサックなどに入れて、背負うだけでも行うことが可能である。一泊以上のツーリングでキャンピングを行う場合は、テントとシュラフ類が、自炊も行うのならば、コッヘルストーブ、イコール小型コンロなどの自炊道具も必要となり、蛍光品は増える。荷物が重くなるほど登り坂などで体力の消耗が大きくなったり、自転車の操縦性が悪化するため、一般的に、 不必要な傾向品をできるだけ減らしたり、同一機能でも軽量のものを選択する工夫がなされる。サイクルツーリングで用いられる道具類は、一般的に自動車を用いたキャンピングに用いられる道具類よりも、かなりで軽量で小型ものが選ばれる傾向がある。傾向しないものでも、病気に備えて予防接種を行ったり、事故に対する保険を結んだりと、 何らかの事故に対する予防策を講じる方向もある。長期の自転車旅行に特徴的な傾向品は次のようなものが挙げられる。和行とは旅人が自転車を飛行機、船、鉄道、自動車などの輸送機関に持ち込んで移動することである。様々な目的や方法で和行が行われているが、例えば目的地との間を往復する場合に、往路もしくは袋のどちらかを 和行にすることで、同じ道を二度通る退屈さを避けることも目的の一つである。また、往路、袋とも和行を行い、特に自転車走行に適した魅力的なエリアだけを自転車で走行する場合もある。時間が限られている場合、和行により、より遠方に目的地を設定することができる。海を渡る場合などには必然的に和行が行われることになる。 参照、楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。